バスは鈴木目のいくつかの種の総称。日本産の中では鈴木が代表的なので、ベースを鈴木と訳すことがある。ブラックバスの駆除に熱心な琵琶湖近辺ではビワ鈴木という名称でフライなどのブラックバス料理を売り物にしているレストランなども存在する。分類学的には雑多なグループであり共通点は少ないが肉食であること、釣りの引きが激しく、 ゲームフィッシングの対象として好まれることなどが共通している。本来は食用となるが、ゲームフィッシングではキャッチリリースされることも多い。日本で特定外来生物に指定されている魚はキャッチのみでリリースは禁止されている場所も多い。代表的なバスの多くは北米の淡水域及び近海に分布する。マッカリー族にはバスともパーチとも名付けられた種族もいて、 マッカリーノーベマクリアタはオーストラリアバス、マッカリーコレノーラムはエスチアリーパーチと呼ばれ、マッカリー族にはパーチと名付けられた種が多い。同じ肉食性で釣りの引きが激しくゲームフィッシングの対象として好まれる濃いめ濃いかのハスとは無関係である。北アメリカ諸国におけるサンフィッシュ化の生息域詳細はブラックバスを参照サンフィッシュ化は 北米の淡水魚だが、そのうちコクチバス属ミクロプテルスとアムブロプリテス属、アンブロプライツがバスに含まれ、ブラックバスと総称される。ただし、競技にはコクチバス属の実をブラックバスと呼ぶ。日本には本来はブラックバスなど淡水産のバスは生息しないが、外来魚としてコクチバス属のコクチバスとオ口クチバスが住んでおり、単にバスといった場合はこれらを指すことが多い。 サンフィッシュ家には他にブルーギル等と同族ラポマスの一種ウォーマウスサンフィッシュが他のラポマスと比べ口が大きく性質も魚食性の傾向があることから釣り師からウォーマウスバスと呼ばれる解散のバスはシーバスといい日本では特にスズキを指すことが多いスズキは出生魚で正確に呼ぼうとすると 大きさと地方により呼び名が変わって、煩わしいこともあり、ゲームフィッシングの愛好家にシーバスと呼ばれることが多い。日本でシーバスといえば赤目族のバラマンディを指すこともある。ただし、北米で単にシーバスというと、特に裸のシーバス、中でも北米大西洋岸に住むブラックシーバスを指すことが多い。シーバスの基準種はヨーロピアンシーバスである。 ロックバススポテットバスコクチーシナギ、ホワイトバスストライプトバスブラックシーバース。ありがとうございます。